皆さんこんばんはです。今回は3月の募金額発表。5月に撮ってるからね、5月に撮ってるから、あれ何月の募金額発表なんだっけってちょっと考えちゃいましたけども、はい、ではまあ早速ね、発表の方していきたいと思います。2024年3月、3月もね、まあ、ちょっと3月から活動再開し始めたんだけどね。で、3月が1月に入ってくるお給料分なので、まあ今まで普通にね、活動できてた分だったので、お給料いただきまして、そのね、お給料で口座にあった端数分595円まずは、寄付させていただきました。で、さらに、1ヶ月終わってもう1回、来月のお給料が入ってくるよってなった、その口座に残ってた端数分669円を寄付して、ペナルティ募金はありませんでした。最近ないですね、ペナルティ募金は。はい、ということで計算します。はい、出ました。2024年3月総募金額1264円。1264円、子供たちを支援なさっているフローレンスさんの方に寄付させていただきました。孤児だったり障害児、一人親家庭だったり、妊婦さんの貧困だったり、そういう子供にまつわるね、支援を包括的に多方面になさっている団体様です。で、私がそういった子どもたちのために募金しているっていうのも、自分がね、こういう境遇なので、自分の血を残した子どもを産めない、自分に子どもが作れないということで、この気持ちをどうにかできないかな、このやるせない気持ちをなんかエゴで完全に楽にできないかなと思ったのが、その募金の始まりですので、なんか皆さんの中でもこういう、なんか自分にできることを探しててっていうのが、まあ募金であっても募金じゃなくてもいいので、なんかそういうのを探していただけると嬉しいなっていうふうに思って、こういう動画を作っております。でですね、チャンネルメンバーシップ、あと見ていただいた広告文、スーパーチャット、スーパーサンクスなどが密にこの活動につながってるということを皆さん、感じながらコンテンツ楽しんでくださいということで、来月も頑張ってねと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にゲームチャンネルと謎のチャンネル、公式切り抜きチャンネルもあるので、ぜひ見てみてねってことで終わります。1、2、3、4、5、いい夜を。